宇宙には大小さまざまなブラックホールがたくさんあります。中でもその重さが太陽の10億倍を超えるようなモンスターブラックホールというものがたくさん存在することが分かっています。最近 の宇宙の観測からはなん と宇宙そのものの誕生、ビッグバンの後の数億年、それぐらいの早い宇宙、若い宇宙にもそういうモンスターブラックホールが存在したということが分かってきました。ただしその大きなブラックホールがどうやって生まれたのかとか、どうやって成長したんだろうかとか、多くの謎が残されています。で、私たちは今回の研究で、そのような巨大なブラックホールの、起源を明らかにすると、そういう研究を行いました。私たちは数値シミュレーション上に現実の宇宙の状態というのを再現してやって、その中でどのようにまず星ができるかというのを調べました。宇宙最初の星の形成というのは、まず宇宙の大部分の質量を占めるダークマターが自分の重力で集まってきて、で今度はそのダークマターの重力によってガスが集められることで、星形成というのが進んでいきます。一方で最初の宇宙に目を向けてやると、宇宙の中にはダークマターとガスの運動が全く異なる領域というのが存在することが知られています。これはガスと光というのが結びついて運動しているのに対して、ダークマターは光とは結びつかないことが原因となっています。宇宙の大部分がですね、ダークマターとガスの運動というのは揃っているんですが、一部の領域においてはこの、ダークマターに対してガスが非常に速い速度で動いている、いわば宇宙の、宇宙の暴風域とでも言うんですかね、領域が存在しています。で、今回我々は数値シミュレーション上の宇宙の特にこの暴風域に着目して計算を進めました。で、この領域ではガスがダークマターに対して非常に動いて運動しているので、なかなかダークマターの重力で捕まって星を作ることができません。計算の結果、従来であれば、ダークマターが太陽の数十数百万倍になった段階で星ができていたんですが、このいわば宇宙の暴風域といえる領域では太陽の2000万倍、数十倍ですね、ダークマターの塊ができて初めて星ができるということが分かりました。で、この非常に重たいダークマターの中ではまた、同様にガスも大量に存在するので、この大量のガスがそのダークマターの中心部に落ちていって星を作ることで、最終的にできる星の質量も非常に大きなものになりました。で、この、得られた値としては、これまでの、無風の領域ではだいたい太陽の100倍ぐらいの重さのものしかできなかったんですが、今回の計算では太陽の3万4000倍と数十倍ですね、重さの星ができるか分かりました。このような非常に重たい、星というのは同じぐらいの質量のブラックホールを残すことができるので、このブラックホールというのは超大質量ブラックホールの単位であるということが、期待されています。今回我々の数値シミュレーションからこの、種ブラックホールというのが、を作る宇宙の領域というのが、確認することができました。今回の研究で、とても大きなブラックホールができるということが分かりました。ですがそれはまだ、重さでいうと太陽の数万倍から10万倍ぐらいで、まだモンスターブラックホールというほど大きなものではありません。で、観測されたような大きなモンスターブラックホールに成長するには、そういったいわばブラックホールの種が周りのガスを吸い込んだり、あるいはブラックホール同士が合体したりして成長すると考えられているんですけれども、まだその詳細な過程は分かっていません。今後の研究ではおそらくまたスーパーコンピューターを使ってそのブラックホールの成長の過程を明らかにしていきたいと思っています。